リチャード、あの優しかったリチャードがなぜ、何の目的で、俺はこの先に何が起こってもリチャードを信じ続けることができるんだろうか。兄さん、こんな時間に表で何をしているんですか。すまない、ちょっと一人で考えたくて。リチャード国王のことですか。お前は勘がいいな。覚えてるか、リチャードと初めて会った時のこと。ええ、覚えてますよ。兄さんが無茶言って引っ張り回していましたよ。それでも嬉しそうに笑っていましたっけ。王都では変装までして。あの時はリチャードが俺の兄さん役だった。リチャードも楽しそうだったけど、俺も兄貴が欲しかったから嬉し。リチャードは心を許せる相手がいなくて、いつも寂しい思いをしていた。その寂しさや孤独が積み重なって今回のことを引き起こしているのだとしたら、あの時俺がもっとしっかりしていれば、離れることなく一緒にいられて、リチャードの異変にも気づいてやれたかもしれないと思うと。今からでも遅くはないはずです。ヒューバート、兄さんの取り柄はどうしたんですか。いつもの強引でしつこいくらいの諦めの悪さはどうしたんですか。とにかくそう思っているなら諦めないでください。その諦めの悪さで僕を巻き込んだようにやればいいでしょう。ありがとうヒューバート、お前がいてくれて本当に良かったよ。おかげであの頃みたいにまっすぐに進む気持ちを取り戻せそうだ。兄さん、出来の悪い兄の面倒を見るのも弟の仕事ですから。あ、って厳しいな。だからリチャード国王にあの時みたいに兄さんを貸してあげますよ。ヒューバート、リチャード国王は兄さんの兄さんなんでしょう。しっかり見ていないとダメじゃないですか。ああ、そうだな。俺が止めなくて誰がリチャードを止めるんだ。俺は諦めない、諦めないぞリチャード。Thank you.
英知の蔵って図書館みたいなところかと思っていたけど違った。考え方は図書館で合ってるよ。記録を残すやり方が紙じゃないだけでさ。いやー、この中に入れる日が本当に来るとは思わなかったな。さてと、早速ラスタリアのことを調べてみようか。これって前にソフィーの幻を見たところにあった装置と似ていないか。多分機能的にも同じようなものなんでしょ。だったらここ。なんですかこれは。これは幻？透けてる。ラスタリアはと。あった。なになに。ってのは確かにあるね。でもバルキネスクリアスとは別物だけど。どう違うんだ。バルキネスクリアスの大元って考えるのが一番近いと思うよ。最初にラスタリアでエレスが生まれて、それがバルキネスクリアスや普通のクリアスにたまるみたい。バルキネスクリアスはラスタリアから出てきたエレスを安定させる働きもあったんだって。へえ。ラスタリアとかバルキネスクリアスって自然なものって感じがしないわね。シェリアの今の発言すっごく鋭いとこついてるかも。私もそう思ったんだよね。しかしラスタリアというのがそういったものだとして、リチャードがそこへ向かうか。むしろますますビンゴの可能性が高まったと思うよ。リチャードが吸収してたのってつまりはバルキネスクリアスの中のエレスだったわけだしね。リチャード国王がラスタリアのエレスを吸収したら、この世界はどうなってしまうんですか。そうだね、あらゆるエレスが枯渇した死の世界になっちゃうかもね。そんな、リチャードはそんなことをするために。ラスタリアへ行く方法はあるのか。世界の中心に位置するということは地面の下にあるので。待って、今調べてるから。またダメか。記録が古くなっててうまく再生されないんだよね。出た。闘技塔の近くにある孤島にラスタリアへ通じてる縦穴の入り口があるってさ。他に何か分かることないかな。ラムダ、ラムダ、その言葉前も出てきたな。何のことか分かったのか。人の名前かな。大昔に今のリチャードみたくパルキネスクリアスを狙ったみたい。んで、これは何かの詩かな。詩？オドラに生まれし災いの種は三つの光の地に降り立ち、その葉は茂り光を覆い、ポドラより来たりし災いの葉を枯らすもの、三つの光の輝きを守らん。
災いの種、光の地、災いの葉を枯らすもの、何のことだ。あっと、また読み取れない箇所が。災いの種、ポドラ、どこかで。ソフィ、どうしたの。また苦しくなったの。何か思い出せそうなんだけど、そうすると頭が痛くなるの。外の空気を吸いに出ましょう。少しは気分が良くなるから。私がソフィーについているわ。みんなは調べ物を続けて。頼む、シェリア。ダメだね、損傷がひどくて断片的な情報しか拾えないよ。時間をかければ復元できると思うけど、一体どれだけかかるやら。そのラムダとかいうのはバルキネス・クリアスを狙って結果的にどうなったんだ。失敗したみたいだね。阻止されたって言った方がいいのかな。プロトス・ヘイスが食い止めた的な記述がちょこちょこ出てきたよ。さっきの詩の災いの種ってのはそのラムダのことかな。そうだとするとプロトス・ヘイスと災いの葉を枯らすものということ。なるほどな。その詩の出来事のようなことが今リチャード陛下の手で再び起こされようとしているのか。ここまで分かれば十分です。すぐにその孤島へ向かいましょう。そうだな、死の世界など誕生させてたまるものか。今度こそ何としてもリチャードを止めなければ。ソフィ、大丈夫？どこか痛いの？ラムダ、災いの種、災いの葉を枯らすもの。何か思い出せそうなんだけど。無理して思い出そうとしなくていいのよ。うん、でも早く思い出さないと大変なことになるような。ソフィ、体の具合はどうだ。もう平気。心配かけてごめんなさい。二人とも聞いてくれ。これからすぐに孤島へ向かおうと思う。分かった。ソフィ、無理はするな。もし調子が良くないなら。私は平気だから一緒に連れて行って。分かった。その代わり何かあったらすぐ言うんだぞ。よし、まずザベートへ戻ろう。船で孤島へ向かうならそれが一番早そうだ。